皆さんこんにちは。お久しぶりです。元気ですか？今日はタイトルにもある通り、ちょっとご報告と、今までの話とか今後の話とかをちょっとしたいなと思って動画を撮影してます。で、台本を全然用意してなくて、私自身何を話そうかなって今は考えながらちょっと喋ってるんで、できるだけ分かりやすく話はしたいと思うんですけど、ちょっと長くなるかもしれません。ぜひお付き合いいただけると幸いです。で、まず、ご報告からお伝えすると、ちょっと渡辺夫婦の夫婦としてのチャンネルを今までやってきたんですけど、今後は私一人で更新してみようかなと思って、っていうのも経緯を話すと、もうどっから話そうっていう感じなんですけど、まあいろいろあって、まず去年その近況報告で一回お話しした通り、私たち夫婦は2回妊娠をして、私たち夫婦はというか妊娠したは私なんですけど、2回妊娠して、で2回流産しました。その1回目流産した時とかは特にそうやったんですけど、なんか早前向かなってすごい自分の中で思ってって、早元気にならなとか、いやもうそんなショックちゃうやろみたいな、てか本当になんかショック受けてるっていうのも全然自分自身で分かってなくて、だからなんかもう流産して多分あれ1ヶ月経ってないぐらいだったと思うんですけど、なんか旅行行こうかとか言って、旅行行くからには YouTube 撮ろうか言って、で YouTube 撮ってってしてたんですけど、なんかね、これはちょっと冷たい言い方になるかもしれないんですけど、本当に正直に思ってることをお伝えすると、流産をして夫婦仲が悪くなる、その夫婦で乗り越えていくのがどれだけ難しいことなのかっていうのはね、多分経験した人にしかわからないと思います。で、それが私たちにも起こった。つまり流産してからもう信じられないぐらい仲が悪くなった仲悪いっていうか、なんかもう常に険悪みたいな感じになっちゃって、でも YouTube の動画を撮ってる時は、あ、ハンカチ持ってこよう。すいませんね、なんか最近もう涙腺がものすごく緩くてそう、とにかく渡辺夫婦の動画として上げる以上は絶対こう笑いどころがあってほのぼのできる動画じゃないといけないって思ってたから、実際どれだけ辛くて、どれだけ私たちが喧嘩をしてようが、それを一切出さないように努めてました、去年1年。ただ実際のところは動画を撮ってそれを止めたら険悪な2人の関係に戻って、でまた撮る時だけ頑張って、でまた停止ボタンを押したら険悪に戻ってっていう感じでした、実際のところは。なんかこのまま行くと、離婚者反応とか、今も契約なみたいな感じの話になってきそうなんですけど、もう全然そんなことはなくて、今はすごく仲いいです。で、正直今までで一番穏やかな時間を過ごしてると思います。ただ YouTube に限っては本当にしんどかって、去年私もしんどかったし、大輝くんもすごくしんどかったし、撮ってる時だけ元気で、止めたら険悪っていうのを何回も繰り返してるうちに、大輝くんの方でちょっとなんかトラウマみたいになっちゃって、こうカメラを向けられた時にもううまく笑えない。だからコメントとかで、大輝さん元気なさそうですけど大丈夫ですかって結構最近のコメント来てたんですけど、最近の動画全然元気じゃなかったです。で、反対に私は元気じゃないのに元気に振る舞うのがものすごく得意やったんで、私とのギャップで余計やばそうに見えてたかもしれないですね、大輝くんは。
なんか片方だけめっちゃ元気で片方めっちゃ元気ないみたいな。まあでも正直に言うともう2人と もう全然元気じゃなかったし、もうほんま地獄みたいな日々やったし、 YouTube の撮影もはっきり言って地獄でした全部で。ちょっとこれまでの YouTube の話もしたいんですけど、その旅を始めた時から私たち YouTube を始めて、で正直最初はすっごい楽しかったです YouTube。 なんか撮り方とかもめちゃくちゃやったし、編集もめちゃくちゃやし、音楽もずっと一緒やし、本当自由にやってたんですけど、まあ良くも悪くもいつからかこう知識もついてきて、いいカメラ使っていいマイク使ってってやり始めたら、まあ、だんだんなんか知識とともに妥協もできへんくなってきて、で妥協できへんくなってくるとどんどん自分が今度 YouTube 撮るのもしんどくなってきて、あと特にいつからかこう YouTube の私と現実の私とのその乖離をすごい感じるようになってて、なんかやっぱり YouTube で求められてる私っていつも夫のボケに大笑いして転げたりとか、逆に私自身がめちゃくちゃボケたりとか、なんかとにかく天真爛漫でいつでも元気で何でもかんでも楽しい美味しいって言ってる、まあ言葉を言わずに言えばちょっとアホな子で、それを支える頭のいい夫みたいな、こういうポジションがあったのかなと思ってて、でそれもめちゃくちゃ嫌やったなんか正直言って私別にそんないつもハイテンションじゃないし、そらしんどい時もあるしっていう時に、あのラジオを始めて、ラジオは本当にありのままの私で入れたんで、ものすごく楽しいです今も。で私たちその YouTube 最近上げてなかったと思うんですけど、本業なんなんって聞かれるとラジオやったんですね。でラジオで皆様からいただいた人生相談のレターにお答えしてたんですけど、まあそれはもう本当自分に合ってるなと思ってて、本当にありのままでいれるし、自分の現実とのそのギャップっていうのにも苦しまなかったし、だからもう YouTube は求められてる私と私自身が違うような気がしてて、で大輝くんももうカメラの前で笑えないって言うし、じゃあもうやめよっかって、本当は2ヶ月前ぐらいにもう YouTube 絶対やらんって2人の中で決めてました、もともと。でじゃあちょっと休止するっていう動画撮るって聞いたんですけど、もうそれも苦しいと、なもうしょうがないねって言って、ちょっとごめんなさい何の告知もせずに勝手に休止してたんですけど、そうもう休止して、もう永遠にやらないっていうつもりでした、もともと。ただこれも話すと長いんですけど、ちょっと最近私カウンセリングいっぱい受けたりとかしてて、ものすごく自分の中に変化が起こってて、いい方向に、もともと人と深く関わりたくないなって思ってたんが、実はそうじゃなかったって気づいたりとか、なんかね本当に何がきっかけなんかわかんないんですけど、ある日ふとあ YouTube やりたいって本当に思いました、シンプルに。でそのやるにあたって今後、今までお話しした通り、正直今まで通りの YouTube の運営はもう絶対したくないんです。そのだからつまり本当は楽しくない時に楽しいふりをしたりとか、さしていきたくないけど取れ高あるから行ってみたりとか、そんなに食べたいわけじゃないけどご当地グルメだから食べて紹介しとこうかとか、なんかそういうことはもうしないでおこうと思って、今後は何よりも自分の気持ち優先で行きたいと思ってます。だから私が撮りたいと思った時にしか撮らないし、私が撮りたいと思ったものしか撮らないし、でそれがバズろうがバズらないがもう私には関係ない。何よりも私が楽しんで続けるっていうのを目標にしてやってみようかなって思
思ってます。なので私ももうあんまり私が思う私自身と YouTube 上の私で自分で違和感を覚えるぐらい乖離を作るのもやめようと思って、だから今日はねすごいですよ、もうものすごくありのままやと思いますものすごくありのまま喋れてると思います。多分初めてちゃうかな、こんなに YouTube 上でさらけ出してるのは。でね、今後は私一人でやることになるし、私もどんな動画を今後自分で作っていきたいと思うのか全然わからないです。なのでこう今までの渡辺夫婦のチャンネルの動画が好きやった方と、多分今後私が作る動画を好きっていう方はね違うと思うんですよね、私。なんでもしかしたらもうそれやったら見ひんわっていう方もいらっしゃると思うし、逆にそれやったら見てみようかなっていう人もいると思ってます。そう、それでだからどうしようかな、なんかそんなんで大丈夫なんかなってちょっと悩んだりもしたんですけど、これもなんかカウンセリング受けてる中でちょっと自分の気づきとして、私自身も視聴者の方どんな方と一緒に歩んでいきたいかっていうのを選べるということに気づいて、あ、それすごいなと思って、なんで私は今後は今までの動画が好きやった方はほんまにありがとうございました、これからはありのままの私を見たい、応援したいと思ってくれる人と私は一緒に歩みたいと思ってますっていう壮大な決意表明のような動画になりましたが、まあつまりまとめると、そうですね、今までの YouTube はもう辛いが9割でした。いやもう 9.9 割かもしれへん。でもこれからは楽しいが9割、ちょっと大変が1割ぐらいやなっていう感じに持っていけたらなと思ってます。で今後何を作るかは、あ、とりあえずねルームツアーするって言ったのにしてないんで、それは次撮ろうかなと思ってます。あとはもう本当にその時々撮りたいものを撮るって感じで、また多分不定期になると思うんですけど、渡辺夫婦というチャンネル名で渡辺由美しか登場しないことにはなるんですけれども、ありのままの私を応援したいなって思っていただけた方はこのままチャンネル登録をして見ていただけたら嬉しいです。んなもんかな、喋りきったかな、まだ最後はセリタンのアップで終わろうかな。映ってないですけど、セリタンももうお家慣れてめちゃくちゃ元気です。ということでありがとうございました。ほなほな、今後もよろしくね、バイバーイ。